庄司隼人は、静岡県沼津市出身の元プロ野球選手。2020年から、広島東洋カープ球団スコアラーを務める。静岡県沼津市生まれ。小学校1年時に、今泉少年野球団で野球を始め、4年生から、投手時は立花中学校では3年生の時、エースとして、南式野球全国大会初戦で、11個。 脱三震最速時速 144km を記録するが初戦で敗れる。徳派学園立花高等学校では1年春から投手として登板し、2試合目で初先発初関東、1年秋にはチームのエースとなる。2年春に総武四46年目で初の東海大会優勝、3年夏には県大会決勝で完封2打席連続ホームランを打ち、 浜名高校20-0で勝利し、床畑千葉名は、甲子園初出場する。甲子園では1回戦の旭川大高戦で5、安田寒風、玉数98球、試合時間1時間29分で勝ち、3回戦の名、豊は、延長12回で敗退した。2009年10月29日のドラフト会議で、カープが内野手として4位指名し、交渉権を獲得。 11月4日、契約成立し、指名全66選手の中で仮契約第1号となった。入団5年目の2014年5月21日に、初めて1軍昇格し、5月24日の対、オリックスバファローズ戦で1軍初出場する。同年12月に一般女性との結婚を発表する。2016年は初めて開幕1軍入りし、 5日後の3月30日に登録抹消、最終的に3試合に出場した。2017年にプロ初ヒットを打ち、ウエスタンで最高出塁率、407を記録した。2018年は12試合に出場した。2019年10月21日に戦力外通告を受けた。ウエスタンリーグでは通算791試合に出場し586。 アンダを放ったが、一軍では10年間で通算22試合出場。アンダは上記の一本に終わった。今後は球団に新しく設置されたパリーグ担当スコアラーに就任する。ありがとうございます。